ロバート・タービンは、カリフォルニア州オークランド出身のアメリカンフットボール、選手。現在 NFL のシアトル・シーホークスに所属している。ポジションは、ランニングバック。牧師の家に生まれた。サンノゼ近郊のカリフォルニア州フリーモントのアービントン、高校では、ランニングバック、ディフェンシブバックとして、プレー、最終学年には143回のランで1232ヤード、14。 タッチダウン、9回のレシーブで103ヤードを獲得、6インターセプトを挙げた。また、バスケットボール、陸上競技の選手でもあった。ユタ州立大学に進学した彼は、2009年には1296ヤードを走るとともに、レシーブで418ヤードを獲得し、ラン、レシーブで合計18タッチダウンを挙げた。 ライバル校のユタ大学戦では96ヤードの TD ランを挙げた。2010年は ACL の断裂で欠場したが、2011年にチームに復帰すると ASRB として活躍、シーズン開幕からの6試合中5試合で100ヤード以上を走った。この年 NCWA ディビジョン愛称族の選手では、全米10位の1517ヤードを走り、 ウェスタンアスレティックカンファレンスの最優秀選手に選ばれた。ドラフト前の2月にインディアナポリスで行われたスカウティングコンバインでは5フィート10インチ222ポンドの彼はベンチプレスで225ポンドを28回持ち上げたがこれは RB の中ではタンパベイバッカニアーズにドラフト一順で指名されるダグマーティンと並んでトップの成績であった。 また40ヤード走では4秒後、垂直飛びで36インチの成績であった。2012年の NFL ドラフトでは4巡で、シアトルシーホークスに指名された。同年は、マーショー・オンリンチの控えを務め、81回のランで354ヤードを走った。第14週のアリゾナカージナルス戦では100ヤード以上を走った。2013年は、 同年のドラフト二巡で指名されたクリスティン・マイケルと控え RB の座を争った。子供の時のヒーローは超人ハルクであった。ありがとうございます。